どうもこんにちは、まめひこチャンネルのお時間がやってまいりました。影山です。はい、井川です。はい、今日は何を、あ、これ見てる人ってどのぐらいいるんですかね。相変わらず、どうですかね。いや、結構大変じゃないですか。毎日こんな5分ですか。まあ15分とはいえね、うん、でも YouTube ってだから、まあ、でも見てる人、YouTube とかもともと見てました？見てません。達治さんはよく見てんだよね。あれは見てるよ、 あいつは。何を見てんのかね。くだらない動画を見てんじゃないですか。くだらない動画とか検索する、まあ、わかんないけど、昔のテレビとか。ああ、そうか、まあそういうの見れるんだね。わかんない、昔のひょうきん族とか見れんじゃないの。わかんないけど、まあ、そういうこういうパソコンとかで見てる。パソコンとかで、うん、あ、全然見ない。全然、でもなんかね、ハマると、うん、見出すとドーッと見ちゃうね。なんか1時間半とか2時間とか。あ、そう。あのね、僕この間ハマったのは、あれですよ、ね、昆虫の中で何が最強かと。そんなのある。あるある。あんだ。面白いのよ、うん、何が最強だと思う。もうやっぱりそれはちょっと当たり前だけど、カブトムシじゃないんですか。あ、とかって思うじゃない、クワガタとかさ、うんうんうん、違うの。違うの。違う違う、うん、オオスズメバチ。いや、まあ、そうかもなと思うけど、なんかあんの、そういう、うん、なんかこう 箱があってね、うん、で2匹の昆虫をそこに入れて、うん、どっちが戦う、どっちが生き残るかっていう。マジで。そうそう、それ映像があるの。映像であんの。すごい ね、 あのね、何気にタガメが強いの。でもタガメって水の中でしょ。あ、まあそうね、まあ、それは地上に出して、地上出して、うん、でカマキリはね、実は結構やっぱ強い。だカマキリ対タガメとかで、勝ち残った方同士で、え、ちょっと待って待って。でもさ、じゃあその相手がさ、死んでいく様も映ってる、うん、ああ、まあ、とかこう、なんかこうガーってやられる感じとかはね、ガーってやられる感じは分かるけど、で一応まあそれで、あの、まあ、時間が決まっててね、うん、あの途中でゴングが鳴って、うん、まあ、どっちがこう優勢かってことで一応判断はする。そういう動画がね、立て付けにあるんですよ。まあそれ考えるとオオスズメバチは強そうだね。、うん、まあね、まあこうヒットアンダーウェイができるしね。ヒットアンダーウェイ。あ、そうだね。そう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 、うんうんうん、かなり強いらしい。あ、そう、うん、それ何。でもオオスズメバチはさ、うん、あの針を、うん、その何、クワガタとかに刺すわけ、うん、だし、あと顎が強いんだね、あれ。オオスズメバチの顎、ね、うんうん、顎が、うんうん、それで、いや、それ でもさ、確かに考えてみたらさ、うん、カブトムシって、そう、カブトムシはね、案外ね、弱いよね。だって食べるものがさ、うん、肉食じゃないからね。ああ、そうだね、そうだそうだ。スズメバチっていうのは肉食でしょ。肉食、雑食。そうそう、雑食ね、うん、虫を食べる、ね、虫を食べる、うん、だそれは勝てないよね、うん、なんかね、あのカブトムシも、あのヘラクレスオオカブトとか、うんうん、えらいガタイのいいやつとか出てくるの、そういう大会に。ええー、出てくるんだけど、うん、基本なんか人がいい感じで、すぐやられる。クワガタは結構そういう意味ではどう思うに、クワガタ対カマキリとか名勝負ね。そういうのをね、見出すと結構夜中にずっと見ちゃう、うん、それプロレスに近いわけだよね。あ、そうか、そういう興味かもね、うん、あ、確かに。なんかあれだね、残酷な人だね。あ、結構僕ね、残酷映画がね、うん、好きかも。そういう風になんかこう相手が戦って弱っていったりするのを見て、北斎もみたいな。そうはないけど、僕なんかそういうかわいそうで見てらんない。なんかその痛みに対してのなんか欲求があるかもしれないね、うん、あー。まあね、うん、そう、うん、という、まあ、YouTube のね、あまたある動画の中で我々のこの、ね、それに比べたら全然だよね。僕らがここでこんなのって殴り出したりしたりするんだね。まあ、影山君がもう見るだろうけど、どっかの影山君が見るだろうけどね、こんな風に喋って、どうとかこうとか言ってたらね、じゃあね、刺激が足りないって言ってるかもしれないですね。刺激が足らない、足らない、足らない。まあ一応今日のいつもね、ご質問も、はい、あの拾っておきたいと思うんですけど、はい、ですね、これにしましょう。じゃね、はい、ヤフー知恵袋にお寄せいただきました、はい、Y リサ12さんからのご質問です、はい、マイホーム購入で悩んでいます。今住んでいるマンションのすぐ近くの家を購入しようか悩んでいます。治安も良く、子育てもしやすい方だと思いますし、交通手段も割と多い、スーパーも近いし、大きなショッピングモールも近い、知り合いも多いですが、自然が少ないように感じます。落ち着ける場所がない。
私の地元が田舎なのでやっぱり仕事自然が多いところがなんとなく落ち着ける気がしますが、引っ越すとなると知り合いが少ない、治安は良いが今と生活環境が一変する、交通が不便、皆さん家を購入する際何を重視されていますか。多少の妥協は必要だと思いますが、やっぱり一生に一度の買い物だと思うと不安が大きいです。子供の頃ことを考えると自然が多いところで伸び伸び子育てをしたいとも思いますが、大きくなって交通手段が少ないのもかわいそうに思います、というご質問です。はい、スルーで。いや、これ一応井川さん的にはね、まあこう両方ここ本当に 2,3 年でもうぐっと濃縮して体験されてるじゃないですか。あ、田舎ぐらい片側ね、片側その高級先生もあり、片側北海道のね、みんな地名も知らないような。いや、むしろ影山不動産としてはどうですか。いや僕はあの割と都会好きなのでね、うん、あんまりその自然なんかね、こう自然に囲まれてたいって感覚もないんですけど、うん、ちょっとこう歩いてった時に大きな自然があるところはいいなと思うので、うん、まあ、今の二子玉川はいいなと思うし、うん、国分寺もまあそういうところがあるんでね、うんうん、いい街だなと思いますけどね、うんうん、で僕一時期赤坂とか住んでたんですよ。赤坂6丁目。どこですか、6丁目。あの、ね、赤坂通りの本当に沿ってるとこで TBS の、うん、あの、まあ、今だからサカスになってるけど、うんうん、あの TBS の、うん、あれでしょ、あの、うん、なんかあるビッグハットっていうの、うんうんうん、あれのもう本当にもう向かいぐらいとこですよ、うん、のワンルームマンションに住んでた時期ありました。あの坂の山の上の方ですか。あ、じゃない、下の下の方、うん、そうそうそう、本当あの赤坂通り にもう面してる、面したぐらいの、そうそうそう、赤坂小学校がある、ああちょっと行ったところあるね、行ったところね、うん、うん、あ、そう、うん、そうそう、うん、まあでもなんかそういうところは、うん、いやすごい便利でしたけど、うん、あの、いやもう全然住みたいとはもちろん思わないけど、ね、今は今はね、うん、うん、なんかね、どうしてこういう質問するのかなって思っちゃうんですよね、うん、僕もこのそもそも質問がもう、うん、もうスルーですね。そのこれスルーっていう札作っても今日はスルー。いや、だってさ、はいはい、だったらその下のやつとか行きますよ。いや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 、なんか、そのスルーである気持ちをぜひちょっと。そうですか、はい、だってそのなんていう、僕ね、こういう人って、うん、なんか常に今が、うん、継続すると思っている気がするんですよね、うんうんうん、このなん例えばさ、このなんだ、うん、今はスーパーも近いし大きなショッピングモールも近いし知り合いも多いけど、うん、自然が少ないけどどうしたらいいかみたいな、うん、そんなのさ、今の瞬間だけじゃないですか、うん、そういう見方をしてる、見方がしてるの、うん、そのスーパーがなくなるかもわからないし、うん、そのショッピングモールなんていつまでもショッピングモールなんていう状態で続くとも思わない、うん、だからその条件を、なんかいい条件をいっぱい集めると、うん、いいようなものになるっていう、なんていうんだろう、うん、影山君的に言えば何だよ、部分的に最適であれば全体が最適であるみたいなことって、うん、僕違うと思うんですよね、うん、やっぱなんかその子供のためにもね、のびのび育てたいとかって言ってるけど、うん、子供はそんなこと思ってませんよ、全然。ああ、そうですか。そうでしょ。じゃあ田舎の子供が、私はちっちゃい時に田舎育ちだからのびのびしたなーなんていう声あったことあります？いや、うちの田舎なんてもう恥ずかしいぐらい田舎だからってみんな言うでしょ、まあ言うけどね、で東京出てきてるでしょ、うん、だからね、子供なんていうのはね、のびのび育てたらいいなんて言ったって、うん、じゃあのびのび育った子供にこんなうちの子の全然勉強しないからなんとか塾に入れたいとかって思うでしょ、うん、だからなんかね、そういうのが好きじゃないんですよ。そうではない、うん、この自分の子供がどういう子供かっていうことに関心を持つ、うん、自分っていう人が、まあだからいいんですよ、この人はこういう人なんだからいいんでしょうけど、うん、自分の旦那さんがどう、自分の家の間取りはここから見えた景色がどう、うん、っていう、そういう一つずつの小さな幸せっていうのかな、うん、ありふれた幸せみたいなものをどれだけ拾えるかっていうのがお母さん奥さんの仕事じゃないですか。おー、なるほど。その置かれた状況だったり、うん、まあ、持ち場を受け入れて、うん、まあ、そこでどう、そう、うん、そういう中で、でもここってね本当に富士山がよく見えるのよとかっていうような、うん、本当にありふれた幸せみたいなものに、うん、どれだけこの心から幸せっていうか楽しいと思うかどうかっていうことが、うん、
女の人なり、まあ、誰でもそうですけど、うんうん、その人の人間力じゃないですか、うんうんうん、言い返せば、だからあれも近いからいい、これも近いからいい、でも塾がないからここはやっぱりダメだって言い出しちゃったら、うんうん、じゃあ全部自分の半径何メートル以内に何も川何ナイアガラの滝がこっちに流れてて、うん、こっちにはアップルストアがあって、うん、こっちには何とかって言ったら、もうそういうバーチャルな世界しかありえないじゃないですか、うん、でもナイアガラの滝はいいけどあのしぶきがやだわって言ったらさ、うん、そんなこと言い出したらキリがない、うん、だからなんかこうあれもあってこれもあって子供のためにものびのびさせて、でもかといって何年だったら受験にはもうちょっとどうとかさ、うん、マンションだってやっぱりいい郊外がいいとは言うけど古くなって売れること考えたら駅近じゃなきゃやっぱりダメだとかって、うん、そういうことになるでしょ、ね、でもそういうことを植え付けてるのって全部商売人じゃないですか、うん、お子さんのためには伸び伸びさせた方がいいから郊外の方がよろしいんじゃなく、うん、ありませんか奥さんって言って売れないような物件を売りつけるとか、うん、だから影山くんじゃないけどそのなんかちょっと近くに行けば山があるならそれでいい、なんかあのどんぐりがすごいんだよねとか、うん、子供はそこに生えてた木を見るわけですから、うん、環境を見てるわけじゃないでしょ、うん、その俯瞰的に見てる、ね、俯瞰的に見てるわけじゃない、うん、なんかあたかも緑なんかあったってしょうがないんですよ、子供はやっぱり実がなる木が好きなんですから、うん、だから実がなってない木がいくらな、ね、なんかこうこれがなんとかかんとかメタセコイアですとか言われたって、ね、柿が生えあるとか、うん、柚子があるとか、うん、リンゴがなってたら最高だよねとか、うん、栗があるよねとか、うん、いうような ことの方が、うん、自分に実利があるからね、うん、あれ食えたとか食えないと か、うん、だからそういうのがないのに緑緑って言ったってしょうがないんじゃないですか確かにちょっとこの残り時間で僕言うのはあれだけど、うんはいはい、いや確かにねその物の値段がつかないものの価値を見抜くっていうことが本当に苦手な人が多いっていうか、うん、そういう習慣がないなと思うの、うん、いや例えばさ僕ってくるみ殿ゆうべってやってて、うん、あれ無料でやってるのよね、うんうん、あの豆とくるみの朝とかもあれもただじゃん、うんうん、ただでやってるね、で、うん、あれ例えばあれが1000円ですとか、うん、2000円ですっていう風にした瞬間にもっと人来ると思うのね、うん、逆にそれだけの価値があるんだろう、そうそう、あ1000円っていう値段がつくものなんだってことで初めて価値を認識するから、うんうんうん、でも値段がついてないものの価値を自分でなんか想像して感じ取るっていう力ってすごく足りてないって気がしてて、だこういう不動産情報もさ、うん、だこういう、うん、世の中的に言われてるこの条件この条件この条件、うん、あでもってことは家賃が高くなるでしょうね、うん、みたいなことの中で考えてるけど、うん、何が価値があるかはその人が決めればいいわけだからね、うん、別に値段がついてないものの中にそういうものがあり得るっていうのはなんかなんかそういう感性がある、うん、あることの方が、でもだから婚活だってそうじゃないの、うん、あそうだね、うんうんうん、だこれとこれとこれとこれの条件でとかっていうのは、うん、もちろんその条件の中で合う合わないっていうことは、うんやってらっしゃるとにしても、うん、こういうようなことを言い出したらキリがないんじゃないですかっていうことがまあね、うん、言いたいです言いたいですね、はい。